ーザーはなんて叫んでる？え、なんて叫んでる？星川だったらわーだけどな。ふんふわーふんふわーふんふわー、やばい、字汚いのバレるよ。ふんふわー、よ、あなたの魂の叫びがわかります。おい、謝れよ。ふんふわって言ったやつ、ふんふわって言ったやつ謝ってねえねえ、謝って謝ってもうやだわやだわ、こんな女全然可愛くないんだけど、うん、萎えるなこれ。ふんふわライオンの絵を描いてみて。いや任せな。もうそれはね、舐めてる星川のこと。星川のことを舐めすぎだよ。ライオンも描けないと思われてんの星川。お、割と僕ない？どう？耳の、目の上のやつ耳じゃなかった違う、目の上のやつはあれ、立体感を出そうと思って、目に立体感を出そうと思って描いた。え、どうこれ。うん、まあ前足やばい。いや、まあ前足もさ、色塗ってしまえばいいよ。うん、こんな感じかな。いいぞ。エッチ中の立ち位置が分かります。この結果は CM の後で。じゃ、めっちゃ気になるんだけど、早してくれ CM。 いい、行けよ。え、なんだろう立ち位置って。何、どういうこと。立ち位置ってなんだろう。行くか。牙あり、リードして反応みたい。牙相手に任せたらしめた。牙か、相手に任せて楽しみたい。相手によるくない？相手にやります、相手にやると思います、相手にやると思います。マグロ、いや、やばくないぞ。任せるイコールマグロじゃないよ。それはね、みんながおかしい。うん、ラテアートを作ってもらったよ。何が書いてあった？ラテアート、ラテアートって一般人でもできる？ご注意さらね。心ぴょんぴょん待ち、考えるふりしてもうちょっと。ラテアートできる女になりたい。あなたの願望がわかるかも。おい、違うよ、みんな。ちょっと間違えちゃった。星川やっぱラテアート初心者だから間違えちゃった。うん、もう見られてるよって、うるせえんだよ。星川のことみんなうんこだと思ってんのかな、男の人。うん、こんなに可愛いのに。こんな可愛いね、星川のことうんこなんて思ってる人いたら、そいつの方がうんこだよ。うん、恋愛ドラマのクライマックス、シチュエーションを書いてみて。恋愛ドラマのクライマックス？え、それはもう。よいしょ。これベッドね。うん、ベッドに座ってる。ベッドに座ってて、電気も消えてますと。薄暗いんすよ。うわー、いいねー、いい、クライマックス、むしろ事後。理想の丸々がわかります。プロポーズのシチュエーション、違う、そんな、なんか違うよ、ゴミ男みたいな、やめてよ。その時のためだけになんか付き合おうっていう男みたい。
やだねこれ、最低だ。この箱の中には何が入ってると思う？見ちゃダメ、開けるな、危険だよ。え、AV じゃね？ AV、うん、知らんけど。でも今一番捨てたい。おい持ってねえから。持ってないから AV ねえ、持ってないです、やめてください。うん、ナイスパテンキュー、ありがとう。これはみんなの心を代弁したものですね。